メルボルンのメインストリートでクラウドファンディング、よっしゃー、めっちゃ売れる、やば。今日はもうワンパック追加でいけそう。 Cannot sell it. So you have some ID, something with your name on it? Passport?さあ、おはようございます。おとといと昨日と路上で水を打って、現状一体いくら稼げたのか。まず効果からいこう。効果だけで言うと22ドル70セント。さあ、あとは紙幣。さあ、結果出ました。現状いくらになったかというと102ドル70セント。まあでもすごいよな。48本買った水のうち35本がまあ売れたんやけど、それが102ドルになるっていうのが、メルボルンに着いた時の所持金から考えたら10倍近くになってるって考えてもすごい。タスマニアに行かんかったら余裕で行けるからな。タスマニアに行かんっていう選択肢を取るか、これはどうしよう。After us. Oh, okay. Repeat. Dear Lord Jesus. Dear Lord Jesus. You have already prepared for me. You have already prepared for me. I pray. I pray. Open your eyes. Open your eyes. Oh. Take this one. Oh, okay. If you have time, come and join us. Okay.昨日のあのキリスト教の人たちの会場がここ。ご飯食えるって言うからな。それはちょっと来てみようかな思って。Have a seat. Ah, okay. Would you like a coffee or just some drink? Coffee. Yeah, go have a look. Yeah, just put the water. Thank you. You can leave to. Hey. Ah, okay. Ah, コーヒーももろて。Did you know that you are special in the beautiful name of Jesus? Let's give our hands to God. Have a seat now. よし、じゃあ目標金額にちょっと足りてないってことで、今からこのクラウンカジノで増やしに行きたいと思います。さあ、作りました。会員カード、イエイ。よっしゃー、カジノでギャンブルするのは嘘で、このリバーズカードを作るとバウチャーで10ドルもらえるっていう話を聞いて、実際に行って作ってきました。10ドルのうち5ドルはスロットマシンで使わなあかんっていう感じやったんかな。5ドルちょっとスロット回しても回すことになってしまって5ドルゲット。とりあえず今日もお金を増やすことができました。前に孫悟空おるわ。今日そういえばハロウィンやな。On the street? No, no good. ケバブごちそうになります。いやー迷うわー。火水木金土日、今日メルボルン5日目か。タラマリン空港からタスマニア往復が105ドル、クレイドルマウンテンの入場料が16ドル。もうこの時点で帰りの便の金がないわけでも、タスマニアには行きたいし、かといって出発を遅らすと航空券の安い日じゃなくなってしまうし、明日の出発を逃したらしあさっての出発になってまうから、ここでそんな日数を消費してられへんっていう事情もあって、これはどうしようかな。頑張ってね。
Please. Crowdfunding. Thank you. Cool. I'm a bad boy. Thank you. よし、決めました。メルボルンタラマリン空港まで歩いていきます。時間にすると4時間。朝6時の便でタスマニアとローンセストンまで今から行きます。たくさんお世話になったメルボルンを出発します。もう OK? Thank you. You give me sandwich and pizza for you. このセブンイレブンの前でホームレスの人たちと仲良くなってピザもらってんけど、あいつしたかったな。頼むわ。ファイブブザー、ワンフォーエブリワン。イエーイ、センキュー。テイケア。ヘイ、グッドナイト。よっしゃー、マジ嬉しい。はい。ここでめっちゃ水打ったな。いやー、楽しい街やった。最高や。またあのキリスト教やってたトーマスが予定終わったら空港まで車で送ってくよって言ってくれた。マジやった。最高やこれ。やったー。 Thank you トーマス。トーマス送ってもらった。Thank you トーマス。よし、ってことで着いたぜ、メルボルンエアポート。今から空港泊して朝6時の便でタスマニアに行きたいと思います。よっしゃ、飛び立ちます。感動を言葉にするって難しいな。いつもなんでこんなラッキーなんやろな。まああとは食費さえ削ればミッションコンプリートできるか。普通に不法侵入やからな。